パソコンに、テラタームというコンソールソフトをインストールして起動し、ファイルタブから新しい接続をクリックしてください。シリアルでパソコンに接続したアルマジロの USB を選択して、OK をクリックします。続いて、設定タブからシリアルポートをクリックしてください。設定画面が表示されるので、ポートを先ほど設定したシリアルポートを選択し、スピードを 115,200 に設定して、OK をクリックしてください。毎回この設定を行うのは大変なので、初期設定として保存するため、設定タブから設定の保存をクリックして、テラターム .ini という名前で保存することで、次回から起動時に設定した内容が反映されます。